今日の動画は何でしょうか。またこの季節が来ましたね、まあ、オートサロン大阪オートメッセっていうカスタムのイベントが終わった3月新卒採用、新卒者の採用を弊社ではねやってるんですけど、その説明会が今日開催されるんで、名古屋会場になってるのが去年と同じプライムセントラルタワービル、このビルになります。はい、これですね。そうということで、ちょっと喋りながら歩きましょう。はい、ということで、まあここから正面玄関からね入っていただいて、名古屋会場はこのプライムセントラルタワーなんだけど、今年は東京会場もやります。で、東京会場は国際フォーラムね。で、なんで東京会場もやるかっていうと、去年が2回目、2期生のね新卒説明会だったんだけど、北はね北海道、南は沖縄まですごいね遠方の人がたくさん来てくれたから、今年はね名古屋だけじゃなくて、まあ、東京会場もね一歩あった方が来やすいんじゃないかということで、名古屋と東京のダブルでやっていくと。ということで、会場は名古屋会場がこのね13階になります。東京名古屋説明会っていつまでやってるんですか。大体ね4月の末ぐらいまでを予定してて、2時間半から3時間ぐらいの説明会なんですよ。結構長めなんだけど、でここがまあ13階なんですけど、名古屋会場と東京会場で2カ所でね説明会やらせてもらうんですけど、詳細はねまたあの概要欄見ていただくと分かると思うんで、でこの13階のここですね、今日は第7会議室です。これね、あの人数によって会議室の番号違う場合あるので、今日は第7でしたね。でここ見といてもらってね、会議室の番号が書いてあります。で今日は2回目ですね。2回目なんだけど20人ほど集まってもらってますね今日はね。じゃあここですね、今日はね第7会議室と、これですね、ここから入っていってもらいましょうと。これ途中受付とかは特にないんですか。そうですね、ここまで来るとここに当日人が立ってます。でこういうふうにルーフコーポレーション会社説明会と書いてありますから、じゃあ参加していただける方は直接部屋に来ていただければっていう、ね、そうですね、もうこの辺りにスタッフがいますから、もう来てもらえればそのままね入ってもらえれば OK と、気楽に参加してもらえばいいんでね、はい、じゃあ行きますか。はい、はい、ということで企業説明会、そうですね、今日はこんな感じの会場になってます。でスライドにこう映してねこう説明していくんですけど、歪んでるよっていうのは気にしないでください。まあ気にすると思うけどなんで歪んでんだろうみたいなね、はい、本番はもうちょっとまっすぐになると思うけど、まあこういう感じでルーフコーポレーション企業説明会という感じでやるんですけど、ちらっとお見せしましょうか。まあどういった内容をやるのか、これが今日の流れと、採用メッセージ、当社について、このあたりは幹部役員だったり営業本部長であったり、まあそういった幹部がね話をします。ちらっと内容を見ましょうか。まあまずね、これ最初のメッセージとして、就職活動でね会社説明会っていっぱいあるじゃないですか。その中でね就職活動のね参考になるような、ね、ことも最初に話してます。であるいはどういう会社に入ったらいいかって難しいじゃないですか。どこで判断すればいいのかっていうようなことで、まあその業界はまず成長している業界なのか、あるいはその業界の中でどんだけ希少性を持っているのか、差別化できる商品とかねブランド力があるのかっていうことを言ってます。まあこういう形でね就職活動の、まあ、ヒントになるようなねことをお話しさせてもらった後に、この当社や業界についてっていうことで詳しくね会社の内容を説明していくと。で次トップメッセージっていうところから僕は少しちょっとお話をさせてもらうと、僕はまあ過去ねサラリーマンだったわけですけど、まあその頃の時代の話とかを交えながら今に至る過程をねちょっとお話をさせてもらうと。どういう風にねクールっていうブランドを作ってきたかっていうところ、あるいはクールをやる前は実は何をやってたんだと。最初は中古車をねドリフトのショップは中古車を中心にやってたんだけど、いろんな国に行きました僕も。当時まずシルバーの GTR を作ってアメリカ行きました。それから中国、香港、タイ、インドネシアで、ドバイ、ね、サウジアラビア。で、クールのね、説明会の特徴はこの座談会かもしれないですね。何をやるかっていうと、来ていただいた方からの質問を受ける時間と。大体まあ10人から20人ぐらいの方が参加してもらってるんで、3つにこう分けてグループをして、で、それぞれまあ僕だったり幹部役員が入って質疑応答に答えていくというコーナーですね。じゃあ参加される方は、事前に質問とか考えてきてもらった方がいいかもしれないですかね。そうですね、一人ずつ話をしてもらうようにしてるんで、必ず何かしら質問がしていただけるようにね、僕が出てる時は僕ももちろん参加しながら、まあ、皆さんとお話しできるかなと思ってます。そういう事務所っていうのは絶対に追跡
自分のプロフィールでも本当に楽しく感じるのでで、その後募集要項っていうのは、まあ、いわゆる初任給であったりとか休みの話だとか、ね、採用の説明があります。で、ここで一応説明会は一旦終わるんですけどね。その後、もうそのまま一次選考ということで選考に入ります。で、グループディスカッションという形で選考に入るんで、これもね、3つぐらいのグループに分かれてもらって、1つの議題、これはまだ言えないですけど、この議題に対しての討論をしてもらってね、それを各グループごとに発表してもらうっていうのが一次選考になってます。すごいね、あの熱心に討議をね、回してもらったと。これ説明会に参加したら一次選考に参加するのは絶対なんですかね？いや、これはね、説明会だけ聞いてもう選考はいいよということであれば、その休憩の10分の間に退席してもらって大丈夫ですね。説明会だけ出たい方はそれで終わりです。で、そのままクールにちょっと興味があって採用試験受けてみたいなっていう方は、そのまま残っておいていただけると一次選考に入ると。おおよそね、あの説明会始まってから2時間半ぐらい最終の選考まで終わると。で、今後のこの後の流れなんですけど、まあ一次選考で合格不合格、これはメールでご連絡をさせていただくんですね。で、次二次選考、弊社のね、幹部役員であったり部長クラスと面接をしていただきます。場所はまたこれからご連絡をさせていただくんですけど、で、二次選考に受かった場合、三次選考が最終選考になります。ここは僕とね、1対1でいろんな話をしてもらってっていうのが三次選考になりますんで。三次選考に至るまで、はい、面接以外というか、はい、筆記試験みたいなのってないんですかね？筆記試験は二次試験の時にあります。まあそんな難しいもんじゃないですよ。で、三次選考が終わって、はい、内定っていうのは時期的にいつ頃？内定は早い方だと4月の末ぐらいから出ていきます。まあ5月に入る方も見えると思うし。で、内定もらって勤務っていうのはいつからになるんですかね？内定出させていただいた後ね、入社していただくのは今回の新卒の方だと2020年の採用面接になるので、来年の4月入社になりますね。来年4月1日から入社していただくと。で、今回募集させていただくのは営業、それから経理だったりっていう、まあ、事務職ですね。それからエアロパーツとかホイールの商品管理部門であったり、それから整備スタッフ、エアロを作りたいなとか、まあ、こういった形で非常に職種がね、多岐にわたってるんで、そのあたりはね、説明会でまたご紹介させてもらうんで。ということでね、今年の新卒採用は名古屋会場と東京会場の2カ所でね、やっていきますんで、ぜひクールに興味のある方はね、気軽にまずは説明会の方に出ていただいて、当社のことをね、詳しく知っていただけると嬉しいですね。詳細はね、説明会の日程とか詳細は概要欄の方に動画のね、載せておきますんで、で、リクナビ、マイナビからのサイトから説明会の申し込みができるようになってますんで、そちらも概要欄の方に書いておきますね。ということでね、2020年入社される新卒の方の説明会への参加をお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。